それではこの時間からは毎日展望をお届けしてまいります。この時間も解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷明紀記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、6日間シリーズで開催中の第37回グランプリ、グランプリシリーズ、本日最終日を迎えました。さあ、長谷さん、いよいよ優勝戦日を迎えてしまいました。来ましたね、もう来ましたね。さあ、気持ち的にはちょっとまだちょっと終わってほしくないような寂しいような気もするんですけども、いや、あのファンの立場としては見たいですけど、はい、うん、ちょっとね、長谷さんの立場からすると、いやいや、でも正直あの充実した一節間過ごさせていただきましたね。紙面でもいろいろと書くことも多かったし、はい、自分の中では頑張ったのかなと思うし、うん、盛り上げられたかなと思う。でも、はい、今日がラストですか。今日がしっかり終わらないとね。そうですね、うん、長谷さんも今日スポーツ報知の一面飾ってましたからね。もう苦節何十年あのスポーツ報知の一面を飾れるまではなりました。ありがとうございました。朝から拝見させていただきました。本当にいい思い出メイドの土産になったね。もう嬉しいぞ。まだたくさんあるかもしれないので頑張っていただきたいと思うんですけども、さあ、先ほどもお話しました、うん、2022年グランプリも終わりを告げようとしております、はい、第11レースではグランプリシリーズの優勝戦、そして第12レースでは2022年グランプリ優勝戦が行われます。さあ、そしてですね、昨日で全てのトライアル戦が終了したんですけれども、さあ、5日目のトライアルセカンドなんですが、まずはちょっと少し振り返っていきたいと思います。まずあの11レースね、うん、まあ、1号艇だった羽野選手が1着条件だったんですよ、はい、際どい勝負がけ、うん、スタート01、ハラハラしました。よくぞ行けました、よくぞ残しました、うん、はい、あの本当にね、うん、気持ちの入ったレースで先前しました。でも、はい、あのレースは2コースからさせた馬場選手、うん、足の良さ、やはり2コースのうまさ、はい、ちょっとね、羽野選手はね、はい、その2着で残念だという馬場選手があの1着で、うん、ファイナル入りできたんですよね。やっぱりこの最後のグランプリのトライアルは見応えがありましたね。そうでしたね。その馬場選手もね、記者会見の方でちょっとね、思い込めるところだったと。今回セカンドの1回戦がインで負けたんでね、うん、それに対してなんかあの公開インタビューでね、はい、なんかファンの皆様にすみませんでしたって、うん、ちょっとなんか涙が出るようなシーンもあったけど、やはりボートに乗るのが嫌いになったって一瞬あれで、あ、でもそこで精神的にも踏ん張ってファイナルに来れた喜び、うんうん、だから馬場選手はまで乗ってきたのがチャンスありますからね。そうですよね、うん、さあ、そしてですね、第12レースなんですけれども、1号艇の原田選手、いや、ちょっと僕ドキをしながら見てました、はい、大丈夫か、大丈夫、うん、大丈夫と思いながら見てましたよね、はい、でもあれは進入はね、枠内になってね、うん、しっかり原田選手インからスタート決めて、はい、原田選手らしいレース見せてくれましたね。そうでしたね。そしてまあね、うん、菊池光栄選手が2着だったんですよね、はい、でまあ白井選手が3着、はい、この白井選手が3着になったことで、うん、今日優勝戦、はい、1号艇だったんですよ。来ましたよね。だから最後のレースもとにかくあの枠番かけた戦いもろもろあったんで、はい、これぞグランプリのレースでしたね、うん、見応えありましたよね、はい、さあ、そして忘れてはいけないのがもう一つなんですが、うん、グランプリシリーズもですね、昨日3個レースで準優勝戦が、昨日はねちょっと風が強くてね、うん、もうなんか向かい風も強くて、なんかもうちょっと嫌なコンディション、なんか序盤見てると、あ、インがきついなと思ったんですよ、うん、でも終わってみれば、はい、インが3勝しましたね、うん、3連勝、強かった。特に8レースなんてね、はい、宮地元基選手、島田佳代選手、うん、両者が SG 初優出、フレッシュなメンバーとなりましたね。素晴らしいでしたね。ただ9からは宇龍選手、浜根谷選手、はい、うん、10は仏島選手、石野選手、はい、SG レーサーはきっちりと勝ち上がってきた、はい、こちらもねメンバー揃いましたね。いいメンバー揃った優勝戦になりそうですね、はい、さあ、そしてですね、本日のその優勝戦の、予想の方を11レース12レース最終日、長谷さんには挙げていただきましたので、まずは第11レースシリーズの優勝戦のフリップからご覧いただきましょう、はい、さあ、第11レースのシリーズの優勝戦なんですが、ちょっと先ほどねお話触れられなかったんですが、今日のお天気、うん、今日雪が降ってきまして、降ってました。昨日の、ね、夜から雪が降ってましたね、はい、ちょっと朝起きたらなんか周りがねうっすらと白くなってねはい、ああ、長崎は今日は雪だったって感じしましたね。雪でした。さあ、そして気になるね、風の方なんですけれども、昨日は強かった、今日は予報によると、うん、だんだん夜にかけて弱くなる見込みなんですよ、はい、
お天気の神様お願いします。今日のファイナル、はい、最終日、はい、いい水面になりますように、はい、なってくれるんじゃないですか。そうですよね、皆さんの熱いね思いが届くといいですね。さあそしてお話戻しましょう。第11レースのシリーズの優勝戦、はい、ご覧のメンバーで争われます。さあまずはいつも通り長谷さんには気力評価をいただいています。辻島選手もう満点でいいでしょう。あの特に行き足がすごいですね、はい、昨日の順位も強い向かい風の中でもインから力強くスタートしていきましたね。あの本当にあの今このね出てますよ、すごく出てる。はい、あもう本当インから行くには問題ないじゃないですか。ただね他の選手、はい、島村選手も伸びてて、なおかつ出足周りもしっかりしてるんですよ、はい、こちらコース上記なんですよね。浜村選手の今回いい足ですね。そうですよね、道中も伸びてるし、はい、あれ伸びじゃなくて出足関係も行き足関係もしっかりしてますね。あとはターン周りを考えてチルトをどうするか、そこも回転の問題と思います。はい、あとね、ウリュウ選手、昨日ちょっと新品リングに変えたらしいんですよ、はい、直線はちょっと良くなったかなって言ってました、うんうん、で、会えば回り足とかその先の出足関係はいいらしいんですけど、はい、ちょっとここは仏島選手とかと比べたらちょっと普通でしょうね。あ、なるほど。宮地選手はやっぱり直線はいい人はいるんですけど、はい、本節はね、ターン周りとかね、レース足はしっかりしてるんですよ、はい、もう全然悪くない。ただ、うん、差をつけるならまあ5点でしょう。あ、はい、西野選手昨日からレースうまかったですね、展開しっかりついて、ね、ただ本人は、はい、まあ、特訓や展示やレースでも両サイドに出られてましたよというようなお話でした。あ、なるほど。展示タイムはいいんだけど本人の手応えはまあ普通くらいということね、はい、だからちょっとここは宇都島選手がトップ、はい、島村浜村選手が続き、うん、宮地選手、そして瓜生、はい、選手と西野選手はね4点、まあ、普通はあります。悪い人はいませんけどね。わかりました。さあそして見どころに参りましょう。ナイターキング武須島誠選手、抜群の行き足で8回目の SGV へと挙げていただきました。いやもうナイターが強いとかいう、まあ、まあ特にナイター強いんですけどね、はい、でもあの大村との相性もいいですよね。うん、もうとにかく大村ビッグレースはもうファイナル続いてますからね、はい、でもあの仕上がり見てたらやっぱりもう、侵入もおそらく枠なりと思うんですよね、はい、そうなれば昨日の行き足見たら仏島選手鉄板級かな、インも17連勝今してますからね。強いですね。それ考えればスタートしっかりいければ押し切る好算大きいと思います。うん、対抗者僕ね、はい、思い切って4号艇島村選手しました。うん、4角にすれば、はい、スリット付近いいし、うんうん、思い切ってなんか攻めていくのは彼じゃないのかな。うん、2と3と比べても4のが伸びがいいので、はい、生きがいのある4カードだと思います。そうですよね。ただちょっと宮地選手がね、はい、昨日の、ね、インタビューでね、うん、やたらとなんか4番のことを気にしたんですよ。島村選手が伸びがいい伸びがいい、だから自分もちょっとなんか伸びを良くする調整をしたい、はい、もしかしたら、はい、4番島村選手封じの3カードっていうのもちょっとは可能性があるのかなと思ってるので、なるほど、まあ、枠なりになっても角が4なんか3なんかちょっと微妙だと思うんですよね。じゃあここはもうちょっと進入注目してほしいですね、うん、どう起こすかね、はい、ただそう武須島選手にとっては宮城選手の3角の方が多分対処しやすいのかなって気がするんですけどね、うん、はい、でもここは瓜生選手もしっかりとスタート決めて、やっぱりレース上手いですからね。そうなんですよね、出てないとかいうよりも上手さがあるから、はい、うん、やっぱり初優勝の3番4番に対しても、はい、もう堂々としてますよね、うん、だから宇野選手いりますね、はい、ただ浜野選手これね足がいいんでね、3着は入れておきたいなと思って、うん、なるほど、3入れました。はい、伊藤選手ももちろんいるんですよ、いるんだけどやっぱ船足がこんな感じだと目立たないし、うん、6コースとかと考えるとやっぱりちょっとよほど展開がないのかなと思ったらね、ちょっとここは6は入れませんでしたね。はい、さあここね武須島選手鉄板というお話いただきまして、まあ、印が回っている3選手に2、3着、そして3着には5号艇の浜野谷選手を加えた計こちらのフォーカス上げていただきましたので、はい、もうじゃあここは狙い目はなしです。はい、かしこまりました、ありがとうございます。さあ第11レースシリーズ優勝戦なんですが、こちらのフォーカスを上げていただきましたので、ぜひ皆様予想の参考にされてお楽しみください。さあ長谷さん、本日いよいよメインレースとなります。そう、本当にね選手も集大成だけど、私たちも予想するとこ集大成ですからね、はい、はい、ここはねちょっと頑張ってこうフォーカスの方も的中していただきたいと
思います。すごく圧かけるね今日は。やたらとこんなつもりではなかったんですが、さあそれでは第12レースグランプリ優勝戦の展開予想フリップご覧いただきましょう。さあ第12レースなんですけれども、ご覧のメンバーで争われます。さあ長谷さん、まずは気になる気力評価からお願いいたします。いやー、さすがのグランプリファイナリスト、うん、トライアルから勝ち上がった面々、はい、みんな出てますよ。そうですね、みんな頑張って出してきましたよ。はい、みんなに7点満点あげたい、はい、正直なところ、うんうん、でもそうは言ってられませんよね、はい、仕事しろってことですからね。そうですよね。あのね、まあ、白井選手が言いますとね、はい、僕は悪いところがないと思ってんですよ、うんうんうん、バランスが取れて、はい、出ていくとか、うん、出足が強烈とかじゃないんです、はい、バランスが取れて本当に、うん、今朝もね朝からね、はい、トライアルのレースリプレイ、うん、スタート展示のリプレイ何度もちょっと見直したんですよ、はい、白井選手スローから行ってる時っていうのは安定感いいですね、うん、しっかりあの行き足内に対してはでもうもうしっかりプレッシャーかけられるし、はい、外からも伸びられないような足だと思います、うん、本当にいい足になってると思う、はい、バランス力で7点ですよ、うん、深谷選手昨日のレースは道中、はい、池田選手の方がいいかなと思ったんですよ実は、うん、ただ池田選手もあれ伸びてるんですよね、はい、昨日ちょっと調整合わせきれてなかったのかな、ただ、うん、展示とか見てるとやっぱり、ね、するときに行き足伸びあのあたりいいんですよ、うん、スリットがちょっとニョキニョキっていう雰囲気ありますね、うん、だから深谷選手やっぱこの55機の底力、はい、そしていいボートの相乗効果、はい、あの今日本番になったらその辺のパンチのある足にしてくるんじゃないのかなと思って、ね、7点、はい、馬場選手昨日はね展示タイムもあんまり良くなかったんですよ、はい、そうでしたよね、本人はねあ直線がちょっとなって言ってました、うん、でもね昨日も馬場選手の足合わせ試運転は、はい、たんまり抜群でしたよ。そうなんですね。今節試運転ずっと見てますよ、馬場選手のあの回っての押し、はい、あの足はいいですね。今日はまあベストの状態にしてくると思います、はい、直線本当普通と思う、でも総合力で言えばたんまりがあるので7にしました、はいはい、原田選手出足回り足行き足、うん、あのあたり来てますよ、はい、原田選手も試運転いいんですよ、うん、ただ直線はちょっとやっぱいい人がいると思う、あ、まあ、原田選手はその出足系の仕上がりですからね、はい、でも仕上がり6点、うん、磯部選手は出足回り足いいですね、よく合わせてきました、ま、はい、っすぐはちょっと分が悪い人がいますね、うんうんうん、片岡選手も同様出足系はいい、はい、うん、直線やっぱりいい人がいる、でもいずれもこれいい足よ、うん、それぞれ本当にいいところが満載で、いやもう本当にみんな1年間頑張ってこのレースに迎えた、本当にいい足、うん、だから誰もがチャンスが展開さえあればというようなメンバーじゃないんですか、はい、気力メンバーは。そうですよね、はい、さあ以上気力評価優勝戦メンバーご覧の、気力評価をいただいております。さあそして見どころに参りましょう。白井英二選手がグランプリ初 VA 最高の笑顔で最後を締めくくるということで挙げていただきました。このメンバー全員、はい、誰が勝ってもグランプリ初優勝なんですよ。ただ白井選手以外の5人っていうのは、はい、グランプリの優勝戦が初めてなんです。あ、そうなんですね。白井選手は今回5回目、はい、もう銀メダル銅メダルはいらないでしょ、金でしょ、うん、次は、はい、いや今年は、ね、彼いろいろありましたね、うん、けどここまで精神力保ってきました、はい、うん、諦めないグランプリとってきました、そして、はい、ファーストから勝ち上がってきましたね。そうなんですよ、先ほど言ったようにインが強い、はい、インの一着率抜群、今節もやっぱりイン強いですね、最強の大村ですよ、うん、はい、大村で発祥しないと始まってから、うん、グレードレース SG、はい、G1、G2 1号艇全部勝ってますよ、もうすごいデータですね。そして白井選手はねこの前のねクラシックでは、まあ、エンジン出てなくてね、はい、インからフライング切ったけど、うん、その前イン25連勝とかずっと勝ってますから、はい、今日はもう白井英二でしょう。ということでもうね、はい、ホワイトシャークが王冠かぶってますからね。ホワイトにはできなかったんですけど、はい、ちょっと王冠かぶせてみました。だから僕はもう今日の水面も良くなってくれたらさらに、はい、白井選手に条件揃って風が本当に向かい風が強くなければ、はい、白井選手がいいと思う、うん、まあ、最後、はい、みんなスタートが行くけどフライングは絶対切れませんからね。そうですよね、っていう方は2と3もしっかりしたきますからね、うんうん、壁役いるでしょう、はい、じゃあここはもうホワイトシャーク褒めです、うん、さあそして、対抗評価なんですが3号艇の深谷選手に挙げていただいてます、ね、大村担当だから地元だからやっぱ原田選手に行きたいところだけど、うん、
この時期のちょっとね、対岸からの横風吹くときのホームランというのは2コースと3コースなんですよね。うん、深谷選手、行き足関係、伸び関係がいい、はい、3コースから握っていく位置になるんじゃないですか。うん、原田選手が2コースからまくれば相当3は厳しいんだけど、原田選手が刺してくれたら3がビュンと握って前には行くんじゃないかと思って3対抗です。はい、もちろん原田選手、展開向くのは4番、磯部選手。はい、ただ片岡選手もね、足いいし。馬場選手なんてあのシュンって見てるターンまで見てると6コースもなんか十分展開できそうなんで、うん、はい、ここはもう1の頭そして3番を軸、はい、あと手広くも行きましょう、うん、5と6も3着に入れましょう、はい、1、3、全、うん、1、全、3、はい、もう今日はもう迷いません、はい、もう狙い目を1以外は出しません。お、もうここは白井選手、はい、もう僕はもう信じます、はい、1回いきます。かしこまりました。さあグランプリの優勝戦第12レースなんですが、本戦の回目1、3、流し、1、流し、3、そして白井選手を信じるということで狙い目はなしです。はい、わかりました、ありがとうございます。さあいよいよ第12レースのグランプリの優勝戦、長谷さんはこのように展開予想を上げていただきましたので、ぜひ皆様予想の参考にされてお楽しみいただければと思います。さあ長谷さん、大村で初開催となったグランプリなんですが、本日と見納めてなります。寂しいけどねワクワクドキドキしますね。そうですね、さあファンの方にもですね最高峰の熱い戦いを楽しんでいただきたいと思うんですが、さあそして長谷さんなんですけども、はい、あの高橋リポーターのお言葉をお借りすると最終日の男ということで今日の点、ピット解説なんと第1レースから、はい、担当していただけるということで、体力持つかな大丈夫ですかね、しゃべれるかなはい、そこはちょっと頑張っていただきたいと思います。本当ね、あの今年の集大成なんでね、うん、しっかりとね予想フォーカス出していこうと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ長谷さんは今日のピット解説第1レースから最終レースまで担当していただきますので、そちらの方も予想の参考にしていただければと思います。さあ本日、初日から本日まで解説をお付き合いしていただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん、今節も一節間ありがとうございました。ありがとうございました。